お腹を満たした一行は道の駅の裏側にある里山へ足を運びました。この里山、実は農業センターらしいよ。あず植物園とバーベキュー広場があって、遊歩道があって、なおかつこういう感じでございます。農業センターとセットになってる、ね、研究施設までありますよ、ね、あとは、そうですね、花木展示店、花木でいいの、花木、花木、水生植物園とかね、樹木展示園とか、いろいろ展示大温室とか、結構一日遊べるんじゃないですか、これね。かもね。今日ね、風がちょっとあるからあれだけども、よいしょ。あ、もうつらい階段つらいんですよ、私。この手すりありがたくてしょうがない。手すり有料になります500円になります。きついよ、本当きついよ。悪いけどきついよ。鉄がきつい。あら、青空って感じですね。いや、本当すごい青。東京じゃお目にかかれないね、こんな青がね。よいしょよいしょ。おお、いいとこじゃないですか。気持ちいいよこれは。ほら、あっちの、ああ、なんかバーベキューやってる。ちょっともらう一番いいとこのお肉くださいって、はあ、こんな感じでバーベキューができますよ。水道があって、なんかこうテーブルのところで木炭とかこう転がしてバーベキューできるようになってんだね。かまど付きのテーブルなのか、あれ。へえ。おそらくいくらかお金積んでって感じなのかな。あれが俺には古墳に見えて仕方がない。あの山頂どっち行けばいいんだこれ。分かんない。ぐるっと一番上まで登る価値はありそうではあるな。いいね、気持ちいいねこれ。びっくり。あとほら、こっちこっちからがね、こんな感じになってんですよ、ここの道の駅ね。ほら、なるほどね。そうそうそう、だから多分最初こっち側があって、あ、じゃあついでだから道の駅作るかみたいな感じな気がする。もともとこの公園というか施設があって、ああ、やっぱあれ古墳なんじゃねえの。看板あるよ、看板。ほら、あそこちょっと見てみない、あそこ登ってみて。もちろん登る登る、あそこちょっと行ってみよう。だってなんかそんな雰囲気ある、うん、あるでしょ。雰囲気はあるあるあるから変わってるあれだなと思ったんだけど古墳じゃなかったら笑うけどさ。あれ桜じゃん。そしてあ、ほら、塚だ、塚、塚、塚って書いてある。やっぱね、ちょっと待って、都心にはきついよね。え、これぐらいの階段だったらまだ。宣言塚だって。通りでおかしいなと思ったんで、作りが富士山の神霊を写し祀った塚、はあ、信仰の塚であると。あと村尾さんを埋葬した古墳でもあったと。なるほど。この辺には縦穴住居があったと、古墳と。塚の下に古墳があると。ってことはここの下にもしかしたらどなたかが眠ってらっしゃると。その上で、その上で我々はこう。へえ。下に土持ったんだ。ずいぶんといいとこに眠ってますね、この人もね。一望できて。
これがですね、なかなか面白くて、もともとが村長を埋葬している4世紀頃の古墳で、それを明治11年頃に宣言塚としてね、再利用したというハイブリッド盛り土らしいです。宣言塚っていうのはざっくりというと富士山信仰の塚なもんで、富士山っぽいね盛り土なわけですよ。間違ってたら補足お願いします。もう尺がないからね、すっごい早口。結構いい具合に傷んできてんなこれ。なんかあれって怪しいとこが何箇所か踏んでるとミシミシ。これはそろそろやばい匂いがしますね。木道、ここね、あの突然動画始まってると思いますけど、木道とか書いてありました。こんな感じで、なんだろう、枯れてね、池が少しわざとかな。マムシに注意だってよ。嘘、ほら、あ、やばい、マムシいるんだって。どこ行くんだろう。あれだよね、あのババア長生きしろよとかいうあれだよね。そっちじゃねえよ。へえ、しかしまあ枯れてますよ、うん、少し意図的なことだとは思うんだけどね。これね、ね、カエルとかさ、うん、ね、これカエルの卵、何、ほらほらほら、あ、何あれ、イタチかなんかだよ、あれなんだろう、線、あ、すごい、取れなかった。野生の動物ね。すごい、あのちっちゃな、かわいい。そう、ね、あ、ちなみにこれ、あのこれに目取られてました。何に取られてました。カエルの卵 ね、どうでもいい、今のだったよ。何やってんだよポンコツが。本当に、いや、今いたんですよ、ちっちゃな野生動物。まあ、日本のイタチ、日本のそのちっちゃいタイプのイタチっぽいデザインのね。かわいい、すんげえ走ってた、ね、あのオコジョとかそっち系のデザインの。誰か来たと思ったんだろうな、向こう。いるんですね、こんなところに。まあでもそうね、市原っつうとそんな都会でもないからいるんだな。くそー、取れんかったわ。くそがー。でも今日休みの日だから公開してるでしょ。展示大音質だったかな、うん、開いてる開いてる、ご自由に動画的な感じかな。うん、うん、あるね。コーヒーがあるよ。マジか。撮っていいのは写真だけ。あ、そうなんだ。へえ、だってみんな。じゃあちょっと写真だけ撮ってきます。展示大音質、暖かいね、うん。時折自動で窓の閉会が、失礼、開閉があるんだけれども、それで室温のね調整をしているみたいでね、それがすごく興味深かった。植物、うん、暖かいね、地域の植物がね元気よく育ってたよね。うん、じゃあ降りるか。午前9時9時から5時。下りは楽だね、うん、ただこれこける人いそうだな。これがカワーズなのかな、葉桜になってるってことは。
よいしょ。まあ多分1時間ぐらいうろうろしてたのかな。大体見たね。まあピクニックにはすごくいい施設ですね。あと植物好きとか、まあ、バーベキューにも持ってこいかな。こちら道の駅の別館という扱いでした。編集する時まで気づかなかったですね、ベーカリー&カフェホワイトベル2階にはふるさと木の家という施設があります。ホワイトベルでお茶しました。お姉さんが蜂蜜&ジンジャーでね、すごいよ。330円だっけ、320円か、多分そうね。で、私がアイスカフェラテです。本当だったらイチゴジュース、そうね、うん、お前おかしいだろうとチョイスなんでカフェラテにしたんだろう。あの恵比寿さんのカツカレーみたいなもんで、ね、どこ行ってもアイスカフェラテね。一応あのこのジンジャーとイチゴジュースっていうのがここのね飲み物の一押しなのかな、ツートップのはずなんだけど、ね、地元のものを使ってるからね。もうそんなのお構いなしでアイスカフェラテ。失礼。うん、うん、アイスカフェラテだね。どうですか。すごい生姜。あ、美味しい。ジャリジャリ生姜。すった生姜がもう結構入ってるんだ。そう、もうすごいよ生姜。美味しい。美味しい。はい。どうでしたか。何でしたっけ、柚子の里。違うわ、違う、アズの里だ。アズの里です。もういきなし間違ってますけどもね。アズ里市原、ここがねアズっていう地名だそうですよ、はい、そう、そのためにアズになって、一応一般公募したみたいです名前ね、はい、うん、まとめると道の駅としてはごくごくこじんまりとした道の駅だったんだけど、これに一応付随してるっていうか、まあ元々あったところに道の駅を作ったのかどっちかちょっと分かんないですけどね。そっちの公園の方が本体ですね、見どころがありましたね。なんか農業の研究施設なんですかね本体自体は、うん、なんかそんな感じみたいね。そこにもともとそういうなんか公園とかいろいろあったところにできたのかなみたいな感じの道の駅で、うどんが美味しかったです。よそで多分食える感じのうどんではないかな、味わい的に、うん、しかもあと古墳がねあるんで、そう、あと桜がやっぱ見事っぽいので、ここに来るときは桜の季節に来るとすごいと思います、まあ、人も多いだろうけども見どころは結構ありそうです。桜は花見には持ってこいかもしれない。そうね、まあのんびりピクニック気分で来るにはいいところかな、うん、バーベキューもできるし ね、いいところだと思います。じゃあ我々は帰りましょうか。失礼します、はい、お疲れ様でした、はい。